皆さんこんにちは。この動画はドナー退事件の第2話となります。それではご覧ください。ボックス隊と分かれてヘイスティングの近道を選んだドナー隊はワサッチ山脈を10日間かけて越えた。ワサッチ山脈を越えたドナー隊の目の前に広がっていたのは最長120キロの巨大なグレートソルト湖だった。そのあまりの巨大さゆえ初めて目にした探検隊は太平洋と勘違いしたほどである。湖には周辺の山から溶け出した塩分が大量に流れ込んでいる。そのため湖に溜まった水は海水の7倍もの塩分濃度となり飲み水には全く適さない。ドナー隊はグレートソルト湖を迂回して西へ進んだ。湖畔を進んでいると先行していたハーレン・ヤング隊の足跡を発見した。足跡をたどるとヘイスティングが木に貼り付けたボロボロの手紙を見つける。手紙によるとこの先2日間水がなく草も生えない砂漠地帯グレートソルトレイク砂漠が広がっているという。ヘイスティング率いるヤング隊は足跡の風化具合からして数週間前にグレートソルト湖を通り抜けているようだ。ドナー隊はグレートソルトレイク砂漠の横断に備えて水と家畜の餌を集め数日間家畜を休ませた。8月30日最後の水源であるレッドラムスプリングを出発しグレートソルトレイク砂漠に足を踏み入れた。しかしここでさらなる苦難がドナー隊を待ち受けていた。グレートソルトレイク砂漠の土壌は濃い塩分濃度のため草も生えなければ飲める水もない。見渡す限り白い塩の大地が広がる不毛地帯だ。太陽からの強烈な日射は地中から水分を蒸発させ地面はドロドロの塩の粘土状と化した。そのため馬車の車輪はぬかるんだ土の中に沈み込み馬や牛は必要以上に体力を消耗した。3日後には猛暑のため水が尽きて喉の渇きにあえいだ牛が脱走する事態に陥った。ここは地球上で最も住むのに適さない過酷な土地だったのだ。地平線が見える無機質な白い大地は方向感覚さえ狂わされそうになる。ドナー隊はヤング隊が残した足跡と西に位置する標高3200メートルのパイロットピークを目印に進んだ。9月8日5日間130キロに及んだグレートソルトレイク砂漠の過酷な旅は終わった。ヘイスティングは2日で砂漠を横断できるとメモに書き残していたが実際はその倍以上の時間がかかった。ドナー隊はヘイスティングに対する信頼を完全になくしていた。この砂漠越えの代償は大きかった。ドナー隊は36頭の牛や馬を失い4台の馬車を放棄せざるを得なかった。特にリード家の損失が多く10頭の牛を脱走と衰弱死により失っていた。9月10日予定より大幅に遅れていたドナー隊は食料が不足し始めた。カリフォルニアまでの残り時間を計算するととても食料が足りそうにない。そこでジェームズ・リードはここから最も近いカリフォルニアのサッター砦で先行隊を向かわせるべきだと主張した。サッター砦の所有者ジョン・サッターは旅に困った開拓者に寛大で食料を分けてくれると聞いていたからである。この危険な旅にドナー家の御者チャールズ・スタントンとマッカッチェン家の当主ウィリアム・マッカッチェンが志願した。彼らは馬に乗りたった2人でシエラネバダ山脈の向こう側にあるサッター砦を目指して走り去った。グレートソルトレイク砂漠を越えてもその先数十キロは砂漠地帯が広がっていた。この砂漠も牛の餌となる青草が全く生えない不毛地帯である。馬車を引く牛は衰弱して弱りきっていた。数日かけて砂漠を越えるとようやく草地やわずかな木が生えている丘陵地帯に差し掛かった。ここまで来るとドナー隊は1日に本来進むべき距離を順調に進んだ。9月25日ドナー隊はフンボルト川に到着した。
ヘイスティングの近道を通って2ヶ月後、ようやくカリフォルニアトレイルの本道に合流したのだ。本来オレゴントレイルからカリフォルニアトレイルを通っていれば、1ヶ月で済んだ道のりをドナー隊は2ヶ月もかけてたどり着いた。ヘイスティングの近道を選んだことにより、結果的に1ヶ月もの貴重な時間を失っていた。10月5日、ドナー隊はカリフォルニアトレイルの殺風景な丘陵地帯を西に進み続け、カリフォルニアまで残り500キロを切っていた。しかし、ここで事件が起きる。リード家とグレイブス家の滅ぼし者が道中で衝突する事故が起きたのだ。怒ったグレイブス家の御者ジョン・スナイダーはリード家の御者と言い争いになった。ジェームス・リードが止めに入ったが、スナイダーは鞭で彼の頭を叩いた。怒ったリードはスナイダーの胸にナイフを突き刺して殺害してしまう。この事件の目撃者は殺人事件を起こしたリードの処分をめぐり話し合った。この時隊長のドナーは丸1日分先行していたので、彼に意見を仰ぐことができなかった。1846年当時、西海岸及びその周辺の州はメキシコ領であったため、アメリカの法律は適用されず、犯罪者は開拓者同士の話し合いで裁きを下すことがよくあった。リードは妻のマーグレットがスナイダーの鞭に打たれそうになったためナイフで反撃したと反論したが、リードは粗暴な振る舞いが原因で全く人望がなかった。キースバーグ家の当主ルイス・キースバーグはリードを公主刑にすべきだと主張したが、ドナー隊からの追放という判決にとどまった。残されるリードの家族はドナー隊の他の家族が面倒を見ることになった。最初は追放を拒否したリードだったが、やがてその判決を受け入れ丸腰で隊を去った。もともと他人同士の寄せ集めだったドナー隊は予期せぬ様々な出来事に苛まれた結果、いくつかの派閥が生まれ小競り合いが頻発するようになった。結束力は弱まり、自分たちの家族だけを優先し始め、他者を気にかける余裕がなくなっていた。シエラネバダ山脈に近づくにつれ、牛たちが食べる青草も少なくなり、もともと弱っていた牛はさらに衰弱した。ドナー隊は牛に負担をかけないよう、歩ける者は全員徒歩で進んだ。キースバーグは滅ぼし者から年配のハードクープを下ろさせて、歩けないなら死ぬしかないと告げた。ハードクープはドイツ系移民の乗り合わせていた独身者で、身内はドナー隊の中に誰もいなかった。数日後、ハードクープは足が腫れて歩けなくなり、小川の前に座り込んだまま動けなくなった。これが彼を目撃した最後の姿だった。この後彼がどうなったのか誰も知る者はいない。同乗したエディ家の当主ウィリアム・エディはハードクープを探すよう周りに訴えたが、誰一人応じる者はいなかった。もはやドナー隊に身寄りのない年配者を気にかける物資の余裕や時間はなかったのだ。こうしている間にも隊を追放されたリードは先行していたドナー一家に追いついた。しかしリードは殺人を犯して隊を追放された身である。ドナー隊にこのままとどまるわけにはいかなかった。リードは御者のウォルター・ヘロンと共にカリフォルニアへ先行することになった。リードがドナー隊を去ってから間もなくして、後方にいた数家族もドナー一家に追いついた。ドナー隊を苦しめるのはカリフォルニアトレイルの過酷な道中だけではない。シエラネバダ山脈に続くカリフォルニアトレイル周辺は未だに広大な未開拓地が広がっていた。この土地には古くから多くの先住民が住み着いている。ここが彼らの土地であることを忘れてはならない。当時アメリカ先住民と開拓者は土地をめぐり激しい戦争を続けており、両者の関係性は最悪だった。西海岸へ向かう滅ぼし隊もたびたび彼らから襲撃を受けていた。10月11日、先住民からの襲撃によってグレイブス家は家畜をほとんど失い、馬車を1台放棄した。さらに数日後には先住民によってドナー隊の家畜18頭が盗まれ、21頭が殺されてしまった。ドナー隊はこれまでに
累計100頭近くの馬や牛を失っていた。道中は過酷な乾燥地帯が続き、家畜の餌や水はほとんどなく、苦しい旅が続いた。エディ家とリード家は滅馬車を引く家畜を全て失っていたので、馬車を捨てて徒歩で歩くしかなかった。大人は幼い子供を背負って歩き続けた。エディ家とリード家の子供はお腹を空かせていたが、彼らを助けようとする者はいなかった。10月16日、ドナー隊はシエラネバダ山脈の麓を流れるトラッキー川に到着した。一行はついにシエラネバダ山脈にたどり着いたのだ。川の周辺は緑が広がる豊かな土地だった。しかし彼らに休む時間は残されていない。シエラネバダ山脈の冬はもう目前に迫っていたのだ。この時シエラネバダ山脈の麓は非常に寒く、山頂にかかる重い雲は冬が近づいていることを示していた。例年であれば11月半ばから雪が降り積もるという。牛を止めて休ませる人もいたが、皆冬の到来を恐れていた。できるだけ早く進むしかなかった。ドナー隊が前進して間もなく、1ヶ月前に助けを求めてカリフォルニアのサッター砦に向かっていたスタントンが戻ってきた。スタントンはカリフォルニアのサッター砦にたどり着き、食料を持ち帰っていた。スタントンは他にルイスとサルバドールという2人のミューオーク族を伴い、食料を一緒に運んできた。スタントンは先行していたリードとヘロンもカリフォルニアのサッター砦までたどり着いたと報告をした。10月30日、ドナー隊はシエラネバダ山脈の中腹に到着していた。一行はすぐに出発するべきか、それとも家畜を休ませるか、数日前から迷っていた。天気もいいし、雪が降るまでまだかなり時間があるだろうと考え、旅の最大の難所を控えて一息つくことにした。待機中、川沿いでドイツ移民のウォルフィンガーが何者かに殺害される事件が起きた。同じドイツ移民であるキースバーグ、ラインハート、スピッツァーらの間でいざこざが起きたものだと推測された。この事件をめぐり犯人探しが行われたが、結局犯人は見つからずうやむやとなった。そのすぐ後、ウィリアム・フォスターの銃が装填中に暴発してウィリアム・パイクを死なせる事故が起きた。10月31日、ドナー隊は最大の難所であるシエラネバダ山脈の尾根を越えるため7家族が順次出発した。一番手はブリーン家、次にキースバーグ家、リード家、グレイブス家、マッカッチェン家、マーフィー家、そして最後尾にドナー家が続いた。荒れた山道を進む最中、ドナー家の馬車の車軸が衝撃に耐えきれず折れてしまった。ジョージ・ドナーは代替品を作るため林から木を切り出して車軸を作った。車軸の木を削る最中に誤って手を切ったが、この時点では浅い傷に思えた。ドナー家はこの予期せぬ事故によって先行する6家族から大きく引き離されてしまう。11月2日、ついに恐れていた事態が起きた。シエラネバダ山脈に雪が降り始めたのだ。先行していた6家族はきつい上り坂を進み、標高1700メートルにあるトラッキー湖まで到着した。ここまで来れば数キロ先にある山頂付近の峠を越えればシエラネバダ山脈最大の難所は終わる。幸い雪もまだそれほど降っていない。ギリギリ峠越えは間に合いそうだった。翌日6家族はそのままトラッキー湖畔に待機して夜を越した。この日天気は晴れていたが、月の周りには大きな光の円が見えたため嵐が近づいていることを示していた。夜になると激しい雪が山頂で降り始め、朝にはトラッキー湖周辺にも雪が降り積もった。一同は驚いた。まさかこんなに早い時期に雪が降り積もるとは思っていなかった。ブリーン家は急いでトラッキー湖の先にある峠を越えようとしたが、すでに雪は2メートル以上降り積もっていたため道が判別できず、トラッキー湖まで引き返してきた。ブリーン家が断念したこの峠はシエラネバダ山脈の尾根部分にあたり、急激な上り坂が数キロ続く
山越え最大の難所だった。冬になると雪が数メートル積もり、通り抜けるのは非常に困難である。6家族は本格的な冬の到来に備えて、トラッキー湖畔に建てられた丸太小屋に避難した。丸太小屋は3軒あり、お互い数キロ離れて建てられていた。うち1軒にグリーン家とキースバーグ家、もう1軒はエディ家とマーフィー家、残りの1軒にはリード家とグレイブス家が入った。丸太小屋は土がむき出しで、窓はなく屋根から雨漏りがする粗末な作りだった。彼らは馬車のホロを取り、雨漏りがする屋根を補修した。この時10キロ後方にいたドナー家はテントを急増して大雪に備えていた。この後シエラネバダ山脈は1週間大雪と吹雪が続いた。ドナー隊が立ち往生しているトラッキー湖から一番近い居住地のサッタートリダまでわずか120キロほどだった。あと半月ほど早く山越えをしていれば2週間以内に到着する距離である。ここに来てインデペンデンスからの遅い出発とヘイスティングの近道を通ったことによる時間のロスが悔やまれた。トラッキー湖の丸太小屋にいたのは成人男性19人と女性12人、18歳以下の子供29人、合計60人だった。これより10キロ後方のドナー家のテントにはドイツ移民のウォルフィンガー夫人と御者を含め男性6人、女性3人、子供12人、合計21人がいた。同じ時期、カリフォルニアのサッタートリデにいたジェームズ・リードは残してきた家族が心配で仕方なかった。ドナー隊は未だサッタートリデに到着しておらず、降り始めた大雪により山中に取り残されているのは明らかだった。リードはサッタートリデに駐留していたジョン・フレモンド大佐に山越えの救援隊を出すよう懇願し、大佐は要求を受け入れた。さらにドナー隊の前を先行していたハーレン・ヤング隊からも数名が救援隊へ加わった。ヘイスティングの近道を通り抜けたハーレン・ヤングのホロ馬車隊はシエラ・ネバダ山脈を越えて10月8日にサッタートリデに到着していた。彼らはこの年カリフォルニアに到着した最後の移民団であった。リードら12人の救援隊は馬に乗りドナー隊の捜索に出発した。11月5日にシエラネバダ山脈の尾根から20キロ西の地点まで進むことができたが、ここから先は雪が深すぎるため断念した。そこはドナー隊がいるトラッキー湖までわずか22キロほどの地点だった。この日はシエラネバダ山脈の東側からブリーン家が尾根を越えようとして断念した日と同じだった。彼らはわずか20キロ程度の距離までお互い近づいていたが、2メートル以上降り積もった雪が彼らの再会を拒んだ。これ以降しばらく救援隊を出すことができなかった。この時期アメリカとメキシコは領土をめぐり激しい戦争を繰り広げていたからである。カリフォルニアでは戦争の影響で道路が封鎖され物資が行き届かず、さらに成人男性は戦争に駆り出されていたため十分な救援隊を組織できなかった。11月12日、トラッキー湖の6家族と10キロ後方に取り残されたドナー家に次第に絶望感が募り始めた。スタントンがサッタートリデから持ち帰った食料は全て尽き、家畜は寒さと栄養失調で次々に倒れていった。雪は深まり、もはや馬車で峠を越えることはできない。最悪、雪が溶け始める来年の春まで丸太小屋にとどまる可能性も出てきた。食料が尽きたドナー隊では、ホロ馬車を引っ張ってきた家畜を屠殺し、食料にしていた。しかし、リード家とエディ家は、グレートソルトレイク砂漠と先住民の襲撃で家畜をすべて失っていたため、食料にする家畜がいなかった。リード家とグレイブス家は、カリフォルニアに着いたら倍の料金を払うと約束して、ブリーン家から牛を何頭か譲り受けた。このままでは、到底来年の春まで食料は持たない。数名の志願者が徒歩で峠越えを目指したが、雪が深く峠に着く前に引き返した。11月20日、今度は22名からなる一団が峠越えを挑んだ。天気が良くなったのを見計らい出発して、苦労しながらも峠を越えることに成功したが、
2キロほど下ったところで断念し、翌日トラッキー湖に戻った。ここまで3000キロ以上旅してきたドナー隊だったが、シエラネバダ山脈山頂付近のわずか20キロ程度の距離に行く手を阻まれていた。12月に入るとドナー隊の食料事情はさらに悪化した。屠殺した牛の肉はほとんど尽きかけていた。わずかに残った肉も少しずつ食べなくてはならない。ついに牛の皮を煮込んで食べたり、骨を煮込んでスープを作る家族が出始めた。骨は何度も煮出されたので、噛むとボロボロになって砕けた。このままでは明日にでも餓死者が出そうである。雪はさらに深くなり、丸太小屋から外に出られない日が何日も続いた。12月15日、トラッキー湖畔の丸太小屋ではついに死者が出始めた。ドイツ移民のスピッツァーとリード家の使用人ベイリス・ウィリアムズが栄養失調で亡くなった。スピッツァーは死の間際、シエラネバダ山脈の中腹で起きたウォルフィンガー殺人事件について、俺がやったと告白している。このまま食料が尽きるまで丸太小屋にいれば全員が餓死してしまうだろう。グレイブス家の当主フランクリン・グレイブスは、雪の上を歩くため牛の皮から漢字機を14足作った。大人と子供含めて17人が峠越えを決意したのだ。志願した父親と母親は、幼くて連れて行くことができない自らの子を他の女性に託した。6日分の食料と各自毛布1枚ずつ、そして拳銃数丁を持って出発した。後に決死隊と呼ばれることになるこの一団は、命がけの峠越えに挑んだ。出発して早々に漢字機を履いていない2名が、深い雪の中を進めずに断念してトラッキー湖に引き返した。峠の雪は想像以上に積もっており、その深さは4メートル近い。一行は皆雪山には不慣れで、急速に体力を奪われていった。6日後、深い雪の中で道を見失い、山中に迷い込んでしまった。それから数日間、雪に隠れて全く分からなくなった道を探して、あてもなくさまよった。途中でスタントンが疲労により前に進めなくなり、後からすぐに追いかけると言ってその場に座り込んだ。彼は翌年、雪解けの中から遺体で見つかることになる。2日後、持参した食料が尽きてしまう。しかしまだまだ先は長く、ここがどこなのかもわからない。やがて天気は荒れて猛吹雪となり、一行はそれ以上前に進めなくなった。このままでは飢えと寒さで全滅してしまう。ブリーン家のパトリック・ドランは、みんなが思っていても口に出せなかったことをついに言った。誰か一人が犠牲となって食料になるべきだ。ある者は決闘やくじ引きを提案したが、なかなか決まらなかった。唯一ウィリアム・エディは、誰かが倒れるまでは進み続けるべきだと言い反対した。猛吹雪は容赦なく続いた。パトリック・ドランはひどい低体温症に陥り、錯乱状態になると極寒の吹雪にもかかわらず暑がって、服を脱ぎ捨て雪の中を走り回った。彼は数時間後に亡くなった。寒さのため、御者のアントニオ、そしてフランクリン・グレイブスも帰らぬ人となった。極限状態の中、一行はついに食人抗議に及んだ。亡くなったドランやグレイブスを食べ始めたのだ。14歳のメリアム・マーフィーは、衰弱した12歳の弟のレミュエルに食べさせようとしたが、すでに飲み込む力もなく、間もなく死亡した。一行は遺体の肉をこの先の携帯食にするため、干して乾燥させた。エディ、そしてミューオーク族のサルバドールとルイスだけは肉を口にするのを拒んだ。12月26日、ようやく吹雪は収まり、一行は再度出発した。食人に反対したエディも、空腹のためこの時肉を口にしていた。それから4日後、決死隊の食料は再び尽きた。ここでマーフィー家のウィリアム・フォスターは恐るべきことを言い出した。まだ生きているミューオーク族のルイスとサルバドールを殺害して食料にするべきだと
密かに提案したのだ。エディはこの意見に反対してルイスとサルバドールに警告したため、彼らはすぐに一行から去って姿を消した。15人で出発した決死隊は次々に倒れ、この時7人になっていた。9日後、ウィリアム・フォスターは衰弱して死に瀕したルイスとサルバドールを発見する。フォスターは自分たちが生き延びる最後の希望と考え、2人を撃った。しかし本当にルイスとサルバドールが瀕死の状態にあったのか誰にもわからない。一説には彼らは食料のどんぐりを集めている最中に後ろから撃たれたとも言われている。一行は二人を食料にすることで絶望的な飢餓状態から生きながらえた。1月12日、エディはミューオーク族の宿営地にボロボロの状態で転がり込んだ。エディはミューオーク族から食料を分け与えられ保護された。その後ミューオーク族の助けを借りてサクラメントの端に位置する小さな農場にたどり着いた。事情を聞いた現地の人々は救援隊を組織して遅れを取っていた他の6名の生存者を救出した。15人中8人が死亡するという壮絶な山越えだった。この時決死隊がトラッキー湖を出発して33日が過ぎていた。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回はドナー隊事件の第3話です。雪山に取り残された生存者は想像を絶する飢餓状態へと追い込まれていきます。生存者のもとへ救助に向かった隊員が見た壮絶な現場とは。さらに生き残った生存者の間である不可解な事件が起こります。次回もぜひご覧ください。